感動、日本。トミー・ウィズリー、アンサイ。ファンタジーオンアイス2017の最終公演地、新潟。3日間行かれる方いますか？初日のお客さんアンコールクレイジーを立って見てる人が多くてめちゃくちゃ困ったよ。後ろの席の人全く見えないやん。しょうがないから後ろの方も立たざるを得なかった。リンク状態悪そうで、後半からシャーベット状態みたいになったからすごく心配したけど、羽生頑張った。スケーティングすごく慎重だったよ。リンクも試合より小さいし、氷粒塊とか落ちてるし、最初の滑り出しからやはり小さめに回る。最初ヨネルを惜しくもオーバーターンだけど本当惜しかった。本当にちょっとのところスピンも慎重丁寧に。ドーナツ入れが足の下がりが少し気になるけど回転軸は綺麗。後半 3A クリーン大きくて綺麗。今度ジャンプは 4T クリーン。その後多分 3T だったと思ったけど 2T にしては大きいというか、高く飛んだと思うからこれもクリーン。やった。場内最初から歓声がすごいんだけど、この当たりで悲鳴になる。最後までリンクと折り合いつけながらしっかり決めた。ああ本当に最初だけ惜しかったよ。アンコールは打って変わった引けっぷりでキレキレだった。南北にバキューン。下かな？北は投げキスかな？お客さんの顔を見て手を振ってくれる。フィナーレの時も出てくるたびに後ろのお客さんに話しかけてくれるみたいな顔をして手を振ってくれた。ズサーも北へ。だけどアンコールのフィニッシュは南。フィナーレのジャンプはイーグル 3A。 イーグル最高に綺麗。今日一番綺麗な文句なく満点なジャンプだった。栄光への架け橋だって叫びたくなるくらい完璧に美しかった。やっぱり羽生の 3A 大好きだ。フィナーレ周回の後にやる一芸大会。時間の都合で短い。クリムキンイーグルデススパイラル用のハードル設置してる時に妙にそれをじーっとガン見する羽生。何か考えてるぞ。企んでるぞ。と思ったらヘランジからハードル連続くぐり抜けやった。ヘランジだとカーブで足が引っかかるから足曲げるんでクリムキンイーグルみたいになってたかも。この時ちょっと視界不良だった。小田ランビがケアやった後。これもすごかったよ。また出てきてもう一度ヘランジ。そしてリンク。真ん中で挨拶。ファンとスケーター港アーキ外の方々へ向けて。最後のトーク。今日帰ったら皆さんしっかり休んで。しっかりご飯食べて。特に僕、自分に言う。しっかりご飯食べて。また明日頑張ります。皆さんどうか気をつけて。夜遅いんで本当に気をつけて帰ってください。ありがとうございましたわ皆。僕の後ろで皆の声を聞かせてくださいと。だから今回、皆のありがとうございましたがすごく大きかったよ。羽生嬉しそうに聞いてた。ご視聴誠にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。動画へのコメントやご評価もいただけると幸いです。なお、四角い画像をクリックすると、引き続きおすすめの動画をご覧いただけます。それでは、どうぞごゆっくりお楽しみください。